フォースインディア VJM05 は、フォースインディアが2012年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。フォースインディアの技術部門は、テクニカルディレクターの下で2名のプロジェクトリーダーが、交互に、新車開発を行うシフト制を導入しており、順番では、VJM01 や VJM03 をデザインした、ネシ下テルオが VJM05 の担当となる。 VJM 0 5も段差付きノーズを採用しているが、ノーズコーン、うわつらが膨らんでいるため、段差が比較的目立たないようになっている。装着が義務化されているオンボードカメラケースをノーズ先端に置いているのが特徴である。フロントウィングは新たな空力哲学のもとにデザインが新しくなった。サイドポンツームはトロロッソのダブルフロアに似て、下側が大きくえぐられており、 ボディとフロアパネルとの間を大量の気流が通過して、リアエンドに向かうよう設計されている。インダクションホットは左右分割式のブレードタイプを廃止してノーマルな形状に戻された。吸気口の下をえぐり、4本の支柱でロールバーの強度を確保している。ドライバーは、在籍2年目のポールディレスタに加えて、ニコヒュルケンベルグが、サードドライバーからレギュラーに昇格した。 プレシーズンテストでは、好調な走りを披露し、活躍が期待される、マシンの一台に挙げられた。ザウバーには及ばないものの、シーズンを通して、コンスタントにポイントを獲得。最終戦ブラジル GP では、ヒュルケンベルクが、マクラーレン勢を相手に堂々と、トップ争いを展開した。コンストラクターズランキングは、前年よりも一つ落ちたが、獲得ポイントは40点増やしている。 ありがとうございます。